はい皆さんこんにちは AI 部長のたです。本日は ChatGPT と Whisper を使った動画の要約方法について紹介していこうと思います。えー、最近 OpenAI が開発した ChatGPT や音声認識 AI の Whisper が話題になってるんですけども、えー、これらを組み合わせることで YouTube などの動画から自動で要約を作成することができますで YouTube の要約作成以外にも例えば仕事の打ち合わせの動画から議事録や要約を自動で作成したいなという時や もしくは動画を投稿している人であれば自分の動画の内容をブログ記事にしたいというふうに思った時に今回の方法を応用することで簡単に記事を作成することができるかと思いますで今回は誰でも実行できるように Google コラボのコードも公開しているのでぜひ最後まで見ていってもらえればと思いますそれでは早速やっていきましょう、はい、最初に処理の大まかな流れについて簡単に説明します まずは動画や音声ファイルから WISPER という音声認識 AI を使用して文字起こしを行います。で WISPER はモデルが公開されているので Google コラボを使用することで無料で文字起こしをすることができます。はい、で続いて文字起こしした内容を GPT3.5 に入力して要約を作成するという流れになってきます。 で、ウィスパーや GPT での要約方法に関しては以前に動画で紹介しているので詳しく知りたいなっていう方はそちらも見ていただければと思いますまた今回ウィスパーで文字起こしした内容そのままだと句読点がなかったりとか文章としては正しくないという可能性があるので GPT に文章を構成させてから要約を行ってみますで、GPT は 3.5のターボというものを使うんですけどもえ少なからずですね APA の利用料金が発生するので料金が気になるという人は文字起こしした文章を構成せずにそのまま要約してもよいのかなというふうに思いますまた今回は Bing チャットを用いて動画の内容をもとにノートの記事を書いてもらう方法についても解説しましたで書いてもらった記事に関しては概要欄にリンクを貼っているのでえ興味がある人は見てもらえればと思います はい、で最後に注意点なんですけどもえ今回要約を作成するときに GPT の API を使用しますで OpenAI は API で送信されたデータに関しては学習データに使わないというふうに明言してるんですけども秘匿性の高い社内情報などは念のため送信しない方がいいのかなというふうに思いますそれでは早速実装の方やっていきたいと思います はい、それでは早速実装の方を紹介していきたいと思います。でこちらの Google コラボのリンクは概要欄に貼ってますので、興味がある人はそちらを実行しながら見ていただければと思います。はい、最初にまず今回 GPU という計算機を使用するんですけども、Google コラボを初めて触る人もいると思うんで、 簡単に紹介するんですけども、えっと、このランタイムというところから、えっと、ランタイムのえっとタイプを変更というところで、このハードウェアアクセラレーターですね、これを GPU というふうに設定して、えっと、保存というふうに押してもらえればと思います。で、私は今 GPU に設定しているのでキャンセルをするんですけども、えっと、ノーになっている人はですね、GPU に設定して、えっと、保存を押してもらえればと思います。 で、こちらの Google l ラ b ですけども、このセルと言われる単位で、えっと、プログラムを実行していきます。で、実行の仕方としては、こちらクリックで選んで、えっと、シフトとエンターを同時に押します。はい、そうすると、今、実行が行われていて、えっと、こちらですね、再生マークが出てると思います。で、実行が終わると、えっと、こちらですね、番号が表示されます。はい、今ですね、えっと、実行が終わってですね、1という風に表示されているのがわかるかと思います。はい、で、ここから、えっと、必要なパッケージをインストールしていきます。 え最初にまず今回ですね、えっと、w h i s と言ったんですけども、前回動画にしたこのファスタービスパーという、より高速に文字起こしできる w h i s スパーを使用していきます。えー、こちらを実行してもらえればと思います。Shift と Enter を押します。で、ちょっと,えっとインストールに時間がかかるので、こちらを飛ばしたいと思います。はい、今ですね、インストールが終わったので、続きをやっていきます。次のセルも同じようにですね、セルを選んで Shift と Enter を押してもらえればと思います。こちらに関してはファスタービスパー s p e をえっと今、 ダウンロードしていますはい。で、こちらも少し時間がかかるので飛ばしたいと思います。はい。今ですね、えっと、ファーストアウィスパーのダウンロードが終わりました。で、大体ですね、2分ちょっと、えっと、かかったかなと思います。はい。で、続いてですね、えっと、こちらの関数ですね。これも、えっと、セロを選んで、えっと、シフト・エンターで実行します。はい。で、こちらはですね、えっと、テキストファイルを出力するための、えっと、関数になっています。で、続いて、今回、要約する動画の方をアップロードしていきます。 で、Google コラボから直接アップロードすることもできるんですけども、アップロードする時間が結構かかるので、Google ドライブにえっに、と、ある動画をマウントするということをやってみたいと思います。はい、こちらですね、Google ドライブの画面になってるんですけども、えっと、アップロードの仕方は簡単で、ローカルにあるファイルを、えっと、ドラッグドロップで、ここら辺にですね、ドロップしてもらえればアップロードすることができます。で、前回動画にした、えっと、リアゾーンスピーチの動画をですね、アップロードしてみたいと思います。 はい、今ですね、えっ、ー、と、アップロードしています。ちょっと今、にゃんたで、えっ、ー、と、見えないんですけども、はい。今、見えましたかね。はい、ちょっとにゃんたの位置を、えっ、ー、と、戻したんですけども、レアゾンスピッチですね、このように MP4 のファイルですね、アップロードできています。で、まあ、人によってはドライブの中で、えっ、ー、と、フォルダー切ってですね、その中に入れるとか、いうふうにしてもいいのかなというふうに思いますが、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、直接ですね、この階層に、えっ、ー、と、レアゾンスピッチのファイルを、えっ、ー、と、アップロードしています。 はい、でコードの方ですね戻りまして、えっと、先ほどアップロードした、えっと、ファイルを読み込みたいと思います。こちらのですね Google ドライブの、えっと、マウントというところですね、これをクリックして、えっと、実行してもらえればと思います。で実行するときに Google ドライブへのアクセスを許可しますかって出るんですけども、こちらですね、えっと、接続してもらえればと思いますで。そうすると右上にこのような画面が出てくるんですけども、自分のアカウントですね選んで、どの情報にアクセスできるかというのが表示されるんですけども、下の方行ってですね許可を通してください。 はい。そうするとですね、今ですね、マウンティードということで、えー、とドライブに、えー、とマウントすることができました。で、これで今、Google コラボからそのドライブにアップロードしたファイルっていうのをアクセスすることができるようになっています。はい。で、この OS リストディアというもので、そのドライブにあるファイルを表示させることができます。今ですね、えー、とコラボノートブックスとか、えっ、ー、と、いろいろあるんですけども、先ほど、えー、とアップロードしたレアゾーンスピーチ、えー、.mp4 というのがあります。で、こちらをですね、文字起こしするので、えっ、ー、と、こちらをコピーして、 このファイルネームというところですね。ここの最後にですね、えー、と足してあげます。で、このファイルネームっていうのが、えー、要約したい動画の、えっ、ー、と、パスになっています。これをファイルネームに格納して、ウィスパーに渡してあげます。はい、それはこのセルを、えっと、選んで、シフトエンターで実行します。はい、で、今ですね、文字起こしを行って、テキストファイルを、えっと、作成しています。 はい、今ですね、文字起こしが終了しました。だいたい1分半ぐらい、えー、とかかりました。で、文字起こししたので、テキストファイルが作成されてるんですけども、その見方としては、このフォルダーマークですね、こちらを押してもらって、そうすると、ここにですね、トランスクライブファスターウィスパーとテキストファイルができてるので、こちらをダブルクリックして中身を見てみましょう。はい、そうするとですね、えー、とこのように、えー、と中身ですね、前回のレアゾーンスピーチの文字起こしの結果が、えー、と出力されています。 はい。で、これをこのまま要約するというふうにやっても良いかと思うんですけども、文章としては、苦闘点がなかったりとか、えー、しますので、要約の質に影響してしまうんじゃないかというところで、これを一回ですね、GPT に渡して、文章を構成してもらおうと思います。はい。で、そのやり方なんですけども、最初にまず、このラングチェーンのパッケージをインストールして、インポートします。こちらもセルを選んで、シフトエンターで実行します。はい。今ですね、実行が、えっと、終わりました。 はい、続いてですね、OpenAI の API キーを設定します。で、これ今、コメマークで隠してるんですけども、この部分に API キーを入力して、えっと、セルを選んで実行してもらえればと思います。はい、続いてですね、えっと、文章の構成を行うということなんですけども、今回ですね、GPT の3.5のターボというものを指定します。で、MAX トークンズを今、1000ということで、1000トークンまで出力できると。 で、あとは、えっと、そのテキストスピリッターというもので、文字起こしした文章を1000トークンごとに分割しています。で、えっと、20個オーバーラップがあるというところなんですけども、えっと、文章ですね、1000単位で区切っていくんですけども、そのオーバーラップですね、えっと、1個目の分割と2個目の分割の、えっと、り目のところですね、20個をオーバーラップさせるようにしてると。こういうふうにすると、文章が不自然に途切れないので、要約の質が上がるというふうに言われています。はい、で、こちらを実行してもらえればと思います。 で今やってることとしては、文字起こしした内容を分割してるということになります。なので、この DOCS の中ですね、ちょっと見てみましょう。はい、そうすると、先ほど文字起こしした内容がですね、1000文字単位で分割されてるのかなというふうに思います。 はい、続いてですね、プロンプトの定義をしていきます。次の文章は動画の文字起こしですと、テク点などを、えっと、適宜追加して文章を構成してくださいと。でまた、無駄に長い文章は意味が変わらない範囲で短く修正してくださいというふうに指示します。これもセロを選んで、えっと、実行します。今、プロンプトと、えっと、ラングチェーンを用いた、えっと、チェーンをですね、定義しました。はい、続いて、このモデルを使って文章を構成します。こちらもセロを選んで実行します。 でやってることとしては、えっと、テキストを順番にこのモデルに入れてですね文章を構成していますで。構成した文章をプルーフレットというもののテキストファイルに出力しています。でこれちょっと時間がかかるので飛ばしたいと思います。 はい、今ですね、文章の構成が終わりました。だいたい1分半ぐらい、えー、とこれもかかってますね。で、えー、と文章構成終わったら、左側の方にですね、ファイルが出力されてると思うんですけども、出力されてない場合は、こちらの、えー、と更新ボタンを押せば、出力されるかと思います。で、こちらの中身ちょっと見てみましょう。 はい。そうすると、えっと、各文章がですね、句読点入った状態で構成されてるのかなというふうに思います。で、ちょっとですね、構成前の文章、文字起こしした文章を見てみましょう。そうすると、こういった形ですね、まあ、ちょっと AI ぶちまにあったということで、ちょっと違うんですけども、そこら辺の単語以外はですね、大体この句読点が入って自然な文章になってるかなというふうに思います。はい。で、続いてですね、こちらの構成した文章を使って、要約を行っていきます。 要約なんですけども、えっと、ラングチェーンを使って要約を行っていきます。で、こちらは、えっと、プルーフレットというものですね。先ほど生成した、この構成した文章を読み込んで、これをまず、えっと、テキストスピッターで、また分割を行います。で、分割を行ったら、次に要約をするんですけども、要約するプロンプトの指定をしています。で、次の文章を日本語で簡潔に要約してください。ということで、このテキストですね。これに分割された文章がどんどん入ってきます。で、こちらも選んで実行します。 はい。で、今回ですね、マップレデュースというものを使います。で、ここら辺の詳しい話に関しては、えっ、ー、と、以前の要約術の動画で、えー、と紹介しているので、興味ある人は見てもらえればと思います。こちらも選んで、えっ、ー、と、実行します。はい。そうすると、要約開始されたんですけども、えっ、ー、と、ちょっと時間がかかるので、こちらも飛ばしたいと思います。はい。今ですね、要約が、えー、と終了しました。で、ちょっとですね、要約の中身を見てみたいと思います。こちらのセルを選んで実行します。 そうすると、まあ、本日は日本語に特化した、えっ、ー、と、レアゾーンスピーチということで、まあ、ちょっと間違ってるんですけども、レアゾーンスピーチですね、紹介して、えっ、ー、と、Google グラムリンクを貼って無料で、放送での文字起こしを試せることを伝えましたと。で、レアゾーンスピーチは、えっ、ー、と、1万9000時間の、えー、ワンセグ放送の録画データから学習されとか、いうふうに書いてあって、えっ、ー、と、大体ですね、内容としても、間違ってないんじゃないかなというふうに思います。で、このようにすることで、えっ、ー、と、動画からですね、文字起こしを交渉して、えっ、ー、と、そこから文章を作るということができています。 で、他にも、この要約以外にも、例えば議事録で決まったフォーマットがあるとか、そういった場合は、このテンプレートをいじってあげれば、出力を調整できるんじゃないかなというふうに思います。で、今回は、この文字起こしの内容からですね、さらに、ノートの記事とかですね、ブログの記事を作成したいなっていうふうに思ってる人もいると思うので、えっと、ビングチャットを使ってですね、ノートの記事を作成するということをやってみたいと思います。 はい。で、ビングチャットなんですけども、えー、GPT 4.0をベースに学習しているというふうに言われています。まあ、なので、先ほどの GPT 3.5のターボよりも、良、えー、い予約や良い 記事を書いいいてくれるんじゃないかととうことで、えっと、使ってみたいいと思いますで Bing Chat のモードとして、えっと、クリエイティブと公平にと,あと正確にというふうにあるんですけども、えっと、私個人的にはこのクリエイティブというものが一番回答の質がいいというところで、今回こちらを使ってみたいと思います。で、Bing Chat は、えっと、2000文字までしか、えっと、入力することはできないという制約があります。 で今回文字起こしした内容は、えっと、2000文字よりも多いのでそういった時にですねどうやって入力するかという話なんですけどもこういう時は、えっと、プロンプトとして最初に2000文字以上ありますと、まあ、長い文章を打つので、えっと、文章が終わりですというまで何も実行しないでくださいというふうに、えっと、伝えてあげると長い文章も入力することができますちょっとやってみたいと思います はい、でこれからえっと YouTube の文字起こしの内容を何度か送りますとその内容について要約して読みやすいノートの記事を書いてくださいとで、文字起こしの内容は長いので文章は終わりですと言うまで要約や記事は書き始めなくて良いですよろしいでしょうかという風に打ってみたいと思いますはい、そうするとですね文章は終わりですと言うまで要約や記事は書き始めないことを了解しましたという風うに返ってきたのでえっと早速ですね文字起こしの文章を打っていきたいと思います はい文章の方ですね、こちらになるんですけれども、Google コラボの方からダウンロードしてきました。で、1つ目の文章ですと。で、えっと、ここら辺コピーしてですね、あっていきたいと思います。はい、そうするとですね、返答が1つ目の文章を受け取りましたと。で、文章は終わりですと言ってくださいというふうに言われました。で、文章は終わりじゃないので、2つ目の文章を送りたいと思います。 はい、続いてです、ね、3つ目の文章を打ちます今ですね4つ目の文章が打ち終わって全ての文字起こしの内容を入力できたので、えっと、ノートの記事を書いてもらいたいと思います。 はいで文章は終わりですと。と読みやすいノートの記事を作成してくださいえ。記事は1000文字以上が良いですと。と段落に分けて、その段落で伝えたいことを最初に見出しで書いた後にえ、文章を書いてくださいというふうに送ってみたいと思います。はい、ちょっとでも止まっちゃったので、えっと、続きを書いてもらいたいと思います。ちょっとですね、止まって、えっと、もう一回書いてもらったんですけども、同じ内容が出力されたので、続けてくださいというふうに言ってみたいと思います。 はい、また同じところで止まってしまったので、ちょっとですね、えっ、ー、と、段落を与えてあげて、それに対して文章を書かせるような形にしてみたいと思います。はい、で、記事は下記の段落で書いてくださいというふうに言ってみたいと思います。 はい止まってしまったんですけども、えー、と続けてくださいというふうにするとまた同じことが返ってきそうなので、えー、とここから辺コピーしてですねちょっと指定の仕方を変えてですね2つ目の段落のレアゾンスペッチの特徴の、えー、下記の文章から続きを書いてくださいというふうにしてみたいと思いますはいそうするとですね2つ目の段落の続き書いてくれましたただですね3つ目の段落書いてくれなかったので、えー、と下記の2つの段落書いてくださいというふうに言ってみたいと思います はい、そうすると今、えっと、レアゾーンスピッチの使い方と、えっと、感想とかですね、今後の課題っていうところで書いてくれてました。で、ちょっと内容はですね、一部、えっと、修正しないといけないところはあるかなというふうに思うんですけども、えこういった形で段落を指定してあげると、まあ、よりですね、ブログっぽい、えっと、記事がですね、書けるんじゃないかなと思います。レアゾーンスピッチというふうになってるんで、スピーチにしてほしいんですけども、まあ、そういった部分も、えっと、指定してあげれば、えっと、修正してくれるんじゃないかなと思います。 ブログの記事に限らずに、議事録のフォーマットも指定してあげれば、同じようにですね、文字起こしから議事録を作成させることもできるんじゃないかと思います。はい。で、こちらの書いてもらった記事に関しては、ちょっと修正してですね、えっ、ー、と、ノートの方に作成してみたいなというふうに思うので、えー、興味がある人は、ぜひ概要欄から、えー、とリンク貼っているので、見てもらえればと思います。 はい、以上でチャット g p t と Whisper を使ったえ動画の予約方法の解説を終わりたいと思いますえこの動画が良かったなというふうに思う人はえ高評価やコメントチャンネル登録の方よろしくお願いしますえそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ